やー、久々に1年ぶりの都庁に到着しましたよ。いやー、電車でね、よーく寝た。うわー、緊張するぜ。やっぱね、都庁だけの緊張感ってのあるんですよ。ドキドキするなー、1年ぶり。いやー、でもね、皆さんにね、この1年ちゃんと練習してたんだよっていうのをね、お見せしたいから、今日はちょっと体張って弾いてきますよ、都庁で。ドキドキするよ、東京の中心だよ、ここ。僕もみんなと同じぐらいのメンタルですから。あ、ドキドキするな。よし、thank you.
聞いていただいてありがとうございました。いやなんだろう、やっぱね、都庁って緊張するんだけど楽しいんですよ。クラシックの会場とも違うし、他のストリートピアノの場所とも違うし、なんかそのね、中間地点みたいな、なんかピアノの音もさ、クラシック寄りの音っていうよりはなんか結構ロック寄りの音色がね、音色がロック寄りの音だなとも感じるし、本当にね、あそこにしかないピアノと空間の、まあある意味舞台だと思うんですよね。1年ぶりに帰ってこれてよかったですよ、うん、またね、もちろん都庁はね引きに来たいと思ってるんで、その時も楽しみにしていただきながら、このチャンネル旅とピアノを中心にいろいろやってるんで、はい、ぜひね、気軽に遊びに来てもらえたらなと思います。ってことで今日もね、ご視聴いただいてありがとうございました。またね、バイバイ。あ、チャンネル登録お願いしますね。チャンネル登録していただいて楽しみに待っていてください。ってことでね、じゃあね、バイバイ。